今日も更新します。動画配信です。昨日自己紹介の動画を上げさせていただいて、今日は自己紹介の一環として、私がどうやってメンタルを悪くなって、どうやって悪くなったところから回復をして、今どんな感じなのかっていうのをお話をさせていただこうと思います。今日もお付き合いお願いします。はい、というわけで、私はもともとベースが ADHD という注意欠陥多動性障害っていうのを持ってます。ざっくり言うと、脳の働きがすごい混乱しやすいタイプっていうところで、片付けが下手くそであったりとか、よくするのが時間の計算を間違えます。ちょっと遅刻気味になってしまいやすいので、20分前行動とか心がけるようなタイプで、今はやってます。で、そんな感じで ADHD なので、じっとしてられなかったりとか、そそっかしさっていうのがあって、ちっちゃい頃からすごく両親に怒られてきて、で、そんな感じで自己愛がどうしても低くなってしまうので、人間関係がうまいこと関係を築けずに、17歳の高校2年生の時に不登校になりまして、そのまま引きこもりまで一直線に進んだ感じです。精神科にももちろん通いまして、薬もたくさん飲みました。親が先生に、こんなに辛そうにしてるんだからもっと薬出してくださいよっていう話をしてるんですけども、その時先生に、これ以上強い薬もないし、これ以上の量も出せないっていうふうに言われたそうで、それって限界値の量を飲んで、それなのにあんなに苦しかったのかって今振り返ると思います。で、20歳超えるぐらいまでももう全然引きこもりで、でもある時に、あれ、こんな薬このまま飲んでも変わらないんじゃないかなっていうのを、ちょっととあることがきっかけというか、体の難病の発症をきっかけに思いました。体の難病の発症っていうのは、しっかり病気の説明とかして、薬がどういう意味合いを持つかも説明してくれるんですけど、精神科ってそういうのないなっていうところからいろいろ考えるようになって、薬じゃないところに解決を求め出したのが、多分私の回復のきっかけになるのかなっていうところです。で、そこからいろいろな本を読んだりとか勉強を、メンタルが悪いながらも始めて、で、20代半ばぐらいまでにはなんとか働くことができるようになりました。で、やっぱ働くっていうのは人の役に立つっていうことになりますので、そこから得た喜びっていうのがすごく多くて、それを追求していくと、こう自分がどんどん元気になるっていうことがあったので、そこから人の役に立てる自分っていうのをどんどん追求していくうちに、なんかメンタルの辛さがなくなっているっていう状況にはなります。ただやっぱりその良くなるためには、すごいいろいろ研究は、自分のメンタルの中の研究というのはすごい見つめてやって、最近では、あとはそのメンタルブロック、自分の思い込みの解除っていうのをどんどんやっていって、めちゃくちゃ、精神的に楽になって、今は多分人生で一番楽しいですって言える状態になってます。で、その状態、私だけが特別慣れたものとも思ってないですし、より多くの方にこういった幸せになってほしいっていうのがあって、こういった活動をしているということになりますね。そうですね、薬の話とか、そのメンタルのその病院との関わりとかも今後話せていけたらなと思いますので、またどうぞご覧いただければと思います。ではでは、ちえでした。ありがとうございます。今夜もゆっくり、休んでくださいね。はい、
すみなさい。